お、始まりました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はーい、皆様ごきげんよう。今日はですね、ごきげんよう。今日はですね、アトリエ森田より生中継、イエーイ、イエーイ。はい、今日はですね、ちょっとあの本を忘れたんですけれども、あのアーティストウェイ、ずっとやりたかったことをやりなさいの、仲間にですね、ちょっと対談をお願いしていこうと思いまして、今日はうちのエリさん、エジコさん、エジコさんに来ていただきました。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。あ、いろんな方が見てくださってます。ありがとうございます。じゃあ、エジコさん、早速なんですが、はい、自己紹介ちらっと、はい、はい、お願いします。はい、こんにちは、エジコです。エジコグラフィティという名前で、いろいろ活動しております。メインはネットで小説を、それをエジコという名前で挙げております。ライトノベルを書いてます。それとあとは自由にみんなで楽しく踊ろうっていうダンスのワークショップとか、あとイラストを書いたりして、ちょっとラインスタンプなども作っております。よろしくお願いします。おお、素晴らしい。ありがとうございます。やっぱりなんかこう 前に出るのが慣れてる感じですね。そうですか。そんな感じがします。はい、素晴らしい。ありがとうございます。そしたらですね、あとサクサクいきたいと思います。じゃあ今日はまずエジコさんにですね、アーティストウェイについてね、あのいろいろお伺いしたいと思ったんですが、まずちょっと簡単にアーティストウェイとの出会いとか、うん、あと花との出会いとか、はい、花さんとの出会いがまず最初で、本郷ソミさん、フェイスブックでね、はいはい、あの本郷ソミさんの、スピリチュアルプロフェッショナルというのを私が受けていたので、そのお仲間たち の, あのいろんな情報が Facebook で入ってくるようになって、で花さんのこうアートセラピーとかの、情報をよく見てて、わあ、なんかすごい面白そうなことをやってる人がいるんで、これぜひ行こうと思って、最初にアートセラピーをのアートセラピーカフェに1回、そうですね、うん、ここでの第1回に来てくださった、第1回かなんか分かんないけど、だった気がします。来て、はい、で、なんて面白いんだろうと、これは。で、あのやっぱりこういうのこそ義務教育の中に入るべきだと私は常々思っておりまして。思います、常々ですよね、はい、で、まあ、とにかくそのアートセラピーにすごくハマって、でそこから花さんのフェイスブックであのアーティストウェイやってるよみたいなのを見てはいたんですけども、なんかあまりよく分かんなくって、なんだろうこれはみたいな感じだったんですが、である時に、ちょっと参加してみようと思って、そうそうそう、それでそのセブンスシーズンの時に、去年のね、そうですね、私7がラッキーナンバーなので、あ、これだわと思って、そっか、そうそう、でちょうど去年の5月から8月のコースね、セブンスシーズンに参加をしました。はい、そうなんです。ありがとうございます。そしたら参加してみてどうでしたか？もうこれは本当にパワフルなワークでですね、すごく面白かったですね。で、私はあの高校卒業してから劇団に入ったりとか、あとジャズダンススタジオに行ったりとかして、いろいろ、ダンサーやったりとかお芝居やったりして、でその後、まあ、結婚して子供産んだりとかして、あんまり外に出てね、いろんなパフォーマンス活動ができないので漫画描いたりとかしてたんですね。でその後ちょっと一回やめて、まあ、フラやったりオーやったりして、でその後にライトノベルの形に、移行して今に至るんですけども、かれこれなんだかんだ物心ついた頃からそういうアートに関係することをパフォーマンスとかクリエイティブなことをやってきたんですけども、まあもがきもがき一人でやってきたことがどうしたらうまくいくのかっていうことが本当にこの12週間のワークにですね、要約されてまして、私のこの苦労した30年は何だったのだと先にこれやればよかったじゃんっていう感じなんですけど、まあ、だから本当に非常によくできたワークだと本当に思いましたね。でもいつやっても本当に遅いこともないし、何度やっても絶対にいいはずだし、でやっぱその出会うタイミングとか取り組むタイミングっていうのも人それぞれあると思うんですけど、20、30年前にこれに出会ってたらどんなに良かったかとは思いますけど、30年前にやってもきっと分かんなことがいっ
分からなかったこととかがねいっぱいあったのが今だからこそよくこう深いところまで理解できるとかいうのもあると思うんですけど、うん、だからなんかこのちょっと気になってるなというタイミングの方がいらしたらぜひ今がそのタイミングかもしれないのでちょっとぜひねこうちょんとトライしてちょんと扉を開けてみてほしいなというふうにね思います。わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんかもうそういうこと聞きたかったありがとうございます。あっちえさんが見てくれてる。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。もう素晴らしい。なんか去年ねセブンスシーズンはイベントやっちゃおうバージョンっていうので最終日にサマーフェスをしたんですけども、そこでもうなんか素晴らしいダンスとライブペイントをねやっていただいて、すごいもう感動していろんな人にね勇気を与えたと思うんですけど、それも、はい、あれをやってる中で思いついたというか、ね、壁に絵を描きたいとか歌いたいとか踊りたいとかっていうのはこうバラバラの夢としてなんかあって、でも壁に絵描くなんて一体どこでやったらいいんだろうとかね、自分ができるとか思ってもいなかったんですけど、なんかそのアーティストへのワークの中で何だろう、気が触れてもいいと思われてたら何がしたいかみたいなね、本当の自分の望みに、なんか本当の自分の望みに気づいていくようなワークがいくつもあるので、そういうのやってるうちにあれなんか踊りながら絵描きたいじゃんみたいなのとかがふっと湧いてきたりして、でなんかちょっと花さんにその話をしたらやりましょうみたいなことになって、なんかこう模造紙貼り付ければできますよみたいな話になって、あれそっかできるかみたいな、ちょっとなんかねやっぱり展開していくのが多分たった一人でワークしててもいろいろ思いついたり掘り下げたりはできるんですけど、そっから発展していくっていうのがやっぱファシリテートしてくれる方がいたりとか一緒に取り組んでる仲間がいることで本当に広がっていくっていうのがね実感としてありますので、グループワークって多分何のワークでも仲間がいることとかシェアできる共感できる励まし合えるっていう場があるのは本当に力強いサポートに、ね、なると思うので、グループワーク本当にねおすすめです。皆さん本当にいいと思います。泣いてますね。よかった、もうありがとうございます。もうなんかもう全部なんかうまく説明してくれた。ありがとうございます。体験なのでね、やっぱり体験した、あ、サトルさんも見てる、ありがとうございます。本当になんかエジコさんが踊りながら壁に絵を描きたいってなんか周りから見てるともうなんかその絵が浮かんでしょうがないっていうか、うん、前からやってましたよねぐらいな感じだったんですけど、それが本人にはねなんか結びついてなかったっていうのが不思議ですよね、なんか面白いっていうか、ね、で周りから見るとねもうなんかあそれもう やることになってますよねあなたみたいな、お互いにね、分かるんですね、それがね、あ、それ絶対やったらいいよって分かるもんね、そう、人のことはよく見えるよね。自分はいろいろこうさ、あれはダメ、これはダメみたいなのが入ってるんで、うん、なかなかできると思わないですよね。いや、本当にね、そう、なんか今朝の朝活でもね、そんな話してましたけども、うん、本当にね、なんだ、見守り合ってるとね、うん、そう、人のことはね、よく分かって、うん、あ、それやったらいいじゃんみたいなね、うん、応援し合うことそんなかっこいいエジコさんが最近やってるワークがあると聞いたんですが、はい、じゃん、はい、こちらでございます。はい、はい、これはですね同じくそのジュリア・キャメロンが、書いた本でですね、英語だと The Right to Write、 あ、 Right to Write もういいや、なんかそんな、作家になることに特化した、これもやっぱりそのワークですね。これは何週間とかに区切られてなくて、一章ごとにいろんな課題が載ってて、それをこう自分でやっていくという形になっています。で、これもですね、私一人で取り組んでるんですけれども、実はその花さんが作ってくれたアーティストウェイのグループがね、Facebook であって、で、その中のスレッドで皆さんいろんな自分の活動をこう報告し合いましょうっていう趣旨があるので、これ私やってますっていうふうにそのスレッドに書かせてもらって、自分がやったごとに今回こういう課題をやりましたっていうのをね載せさせてもらってるんですね。でそうするとみんながいいねとか、あ、このカフェいいですねとか、ね、やった喫茶店の写真とかを載せると素敵なカフェですねとか、こういう気づきがありましたっていうことを言うと、
なんかそれにね答えてくれる声があることで、あの私通信とか続いたことがない、いろんなものに取り組んでお金を払ってなんか教材を買っても続いたことがない人間だったんですが、これはもうあと4つぐらいで終わろうとしているですね。すごい、うん、だからこれも面白いのはあるけど、あこんにちは、こんにちは、どうぞ。やっぱりその見守り力というかグループであの励まし合っている、なんかこう仲間内で、みんなで助け合ってくれているそのグループの力がすごく大きいなということを実感しております。ありがとうございます。今実はライブ配信中でして、あ、そうなんですね。今何時くらい？54分。あ、もうちょっといいですか？はい、あのお待ちになっていてください。はい、この後ねデッサン教室なんですけれども、はい、デッサンの体験の方がいらっしゃいました。はい、エジコさん本当にありがとうございます。そしたらあとエブリスタブの宣伝とか、あ、はい、そのアーティストウェイグループの中で、エブリスタブというのをやってまして、これちょっとエブリスタブから近々物書き部みたいな、ちょっと名前変えようと思うんです。そうですね、なんでかって言って、エブリスタに投稿してる人間しか入ってこれないので、別にエブリスタの宣伝しなくてもいいです。そうじゃあ文芸部いいのつけよう、なんかちょっと近々名前変えますが、私がエブリスタという無料の、小説の投稿サイトがインターネットで見れるサイトがありまして、そこに私 の、 あの小説ライトノベルを載せてるんですけど、そこであのちょっとアーティストウェア仲間の物書きしてる人が同じところに集まってみんなで励まし合えるといいなと思って、そういうスレッド作ってます。でこれあのエブリスタに限らず、なんだっけ、ピクシブとか、なんか他の、ね、小説家になろうとか、いろんなサイトがありますんで、そちらの方で活動されてる方とかも、小説とか、絵本、エッセイ、漫画、イラストとかもいいですかね、なんかそういう、ちょっと物書き系のグループを作っておりますので、興味ある方はぜひ一緒にやりましょう。おー、イエイ。自分のブログにただ小説載せてるとかでもいいんですよね。あ、いいです、いいです、うんね、そうです、あ、そうそう、アメブロとかでもね、いいと思います。物書き部、アーティストウェイ物書き部、はい、ありがとうございます。私がほら絵描きの方なので、うん、なんかみんないろいろな部活を作ってくれて、うん、なんか運動部とかダイエット部とかやってくれてるんですけど、物書き部が藤子さん、藤子部長は、うん、はい、部長です。ありがとうございます。あとちょっと これとかは、まあ、良いですか。これじゃあ、 英語とニューヨークが好きな方にすごくおすすめの本です。岡田光代さんという、物書きの方ですね。元は新聞のなんかライターの方で、ニューヨーク在住で、ライターをしてた方なんですけども、その方が書いてるニューヨークのエッセイ集で、一章が 2,3 ページとかでもサクサクっと読めるんですけど、本当にこのねニューヨークの人たちの暮らしの中からポッと出てくる粋なイングリッシュとかも、一言イングリッシュみたいなのね載ってますんで、英語に興味ある方はぜひおすすめです。本当にいい本なんで読んでくださいって人の宣伝をしてますけど、えじこさんのおすすめ本、ちょっと署名と、ニューヨークの魔法が終わらない、これ9冊目で、ニューヨークの魔法のなんちゃらかんちゃらシリーズっていうのが、これ9冊出てますので、どっから読んでもエッセイ集なので、どっから読んでも大丈夫なので、本当にニューヨークの人々 の、 暮らしと愛とユーモアとちょっとペーソスなんかも詰まっているね、本当に素晴らしいエッセイ集で、もう私のバイブルです。私もニューヨーク小説を書いてるんですけども、本当にこんなニューヨークの空気感が書けたら本当にいいよねっていうのがここに入ってますので、皆さんぜひ本屋で見かけたら、見かけなくてもアマゾンでポチッと、おすすめです。読んでください。岡田光代さんです。岡田光代さん、はい、藤子さんのバイブルというおすすめ本でした。はい、藤子さんはね本当に私のニューヨークの何でしょう、導いてくれた一人みたいな感じですけど、ニューヨークの先輩ニューヨークの先輩です。はい、そうです。それでじゃあ宣伝もしちゃおう。今日の夜、今夜、英語でアーティストウェイという、英語とアーティストウェイに興味が
ある人が、あのちょっとアーティストウェイを題材に英語を勉強しようっていう活動、またこれはしげちゃんという別の仲間がやってくれてるんですけど、その活動が Zoom でありますので、はい、そちらも、残席2名様になってますので、はい、あのニューヨークじゃない英語とアーティストウェイに興味がある方は、はい、よろしければご参加ください。私の一緒にアーティストウェイの、ナインツシーズンが、6月下旬から始まるやつが今、絶賛お申し込み受付中で、5月末までにお申し込みいただくと早割で1万円、お安くなりますので、はい、よろしければぜひ飛び込んでみてください。はい、本当グループワークは本当におすすめです。気になっている方、あのぜひ 6月6月22日からです。はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。おいてくださいませ。ありがとうございます。すごい、えじこさんがものすごくなんかあのバッチリですね。あ、本当ですか。もうなんか素晴らしい。本当ありがとうございます。もうご出演ありがとうございました。はい、ドキドキワークパフォーマーのえじこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。だねー。よいしょ。